スタンホープ伯爵、またはスタナップ伯爵はグレートブリテン貴族。1718年から1967年まで存続した。1718年、国王ジョージ一世の重臣、ジェームズ・スタンホープ少将が初代スタンホープ伯爵に上されたことで創設された。爵位はラン系継承とされた。スタンホープは初代チェスター・フィールド伯爵。 フィリップ・スタンホープのイツオ・アレクサンダーの息子であり、1717 17年に、ミノルカ島のマウンのスタンホープ死者及びダービー・シャーのエルバーストンのスタンホープ男爵に上されていた。これらの二尺位は、ジェームズ・スタンホープの男系が断絶した場合に、ジョン・スタンホープの子孫が継承できると定められた。スタンホープ伯爵、子爵、男爵はいずれもグレートブリテン貴族である。 初代スタンホープ伯爵、ジェームズ・スタンホープ、バルタザール・デンナー作、1715年、1716年、頃。初代伯の孫である第三代伯爵は、政治家、科学者であり、フランス革命に同情的な態度を取ったため、市民スタンホープと呼ばれた。第三代伯爵の息子である第四代伯爵は1806年から1816年まで、 庶民委員議員を務め、カスパーハウザーに関与したことで知られる。その息子である第五代伯爵は、トーリー党の政治家、歴史学者であり、外交次官を務め、ショーピットの伝記を出版した。その息子である第六代伯爵は保守党の政治家で、ベンジャミン・ディズレーリの第二次内閣で1874年から1875年まで、大倉卿を務め、また、 ケント州当官も務めた。第六代伯爵の息子である第七代伯爵も、保守党の政治家であり、教育委員会議長、貴族委員内総務、海軍大臣を歴任した。1952年、遠赤の第十二代チェスターフィールド伯爵エドワード・ヘンリー、スクーダモア・スタンホープから、チェスターフィールド伯爵とスタンホープ男爵の爵利を継承した。しかし、彼は、 チェスターフィールド伯爵の爵位について議会招集令状を申請しなかったため、貴族院にはスタンホープ伯爵として登院した。1967年に第7代伯爵が死去するとスタンホープ伯爵、チェスターフィールド伯爵、スタンホープ男爵が断絶した。マオンのスタンホープ爵エルバーストンのスタンホープ男爵は、園石の 第11代ハリントン伯爵ウィリアム・スタンホープが継承した。スタンホープの推定相続人はマオン死爵という儀礼称号を使用した。初代ウェアデール男爵フィリップ・スタンホープは第5代スタンホープ伯爵の三男に当たる。第7代スタンホープ伯爵が死去するとスタンホープ伯爵は断絶した。マオンのスタンホープ死爵とエルバーストンのスタンホープ男爵は遠石の 第11代ハリントン伯爵ウィリアム・スタンホープに遡って継承され、同伯爵くらいの従属爵位となった。ありがとうございます。